こんばんは、ドンピザ娘です。今回ですね、レイド EX ですね、早速戦っていきたいと思います。で、今、自発ですね、出してて、まあ、ワンパン狙ってね、いきたいと思います。で、まあ、編成は、まあ、入りながらですね、紹介したいと思います。まず、9円ですね、出して、挑んでいきましょう。で、早く入らないとね、削られるんで、ちょっと入ってから紹介します。はい、まあ殴った感じ多分ワンパン切ると思うんですけど、あとは運次第ですかね、配置次第で。編成ね、こんな感じですね。それではいきましょう。まあこの辺ランク上げてなかったりとかちょっと雑な部分あるんですけど、そこはごめんなさい。で最初全員スキルですね。今どうやって組んでたっけな、こうかな。でまあネイチンにまあ別にハガレンの神庵とかでもいいかな。ここね、バフ溢れやすいんで調整気をつけないといけないんでね、気をつけてください。最初漏れてるかもしんないな、ちょっと適当なんでね。でこうウルソラに右割られるんで、まあダメージも余裕あるし、ここを逆にしてもいいかもしれないですね。で次サテンさん必殺打って2連携。でネイチンにあれつけてるんでこうかな。ちょっとクリーの渋いね。足りるかな。でまあ逸話をスキル打っといて、ここ連携かな。で SP 貯めます。まあ、本当はね、もうちょっと耐性ダウンとか入れたりしたいけど。ここ3必殺で、ここで1000万ぐらい削れるかな。はい。こうかな。クリバフ溢れてるかな。バフは、乗らなかったですね。まあなんか、まあなんか一応足りそう足りそう。なんとかなりそう。結構際どいか？あら。ちょっと際どいんだ。なんか結構ギリギリっすね、これ。ワンパンいけそうだけど。なんかワンパンいけましたが、ちょいちょいクリ外したりとか、まあ無駄が多かったように感じますね。バドのスキル7でよかったかな。なんか6クリバフはなんか乗ってたけど、バフは乗ってなかったな。なんか失敗しましたけど、こんな適当な感じでワンパンいけたんで、ね。まあアシストとかアレンジして、ね、いろいろチャレンジしてみてください。まあ一応アンパンできたけど、なんかしっくりこんなギリギリでしたね。なんならなんかクリもらって全員死にかけるあれなんか綺麗じゃないななんかやだな。はい。というところでね、まあ、今回これで以上にしたいと思います。もうちょっと、なんか街な立ち回りにして出そうかな。まあ、これが出てたらね、まあ、すごく雑で申し訳ないですが、まあ、参考程度にですね、してみてください。ということでね、この辺で以上にしたいと思います。
この動画がね、参考になりましたら、高評価、チャンネル登録でこの番組ね、応援していただけると嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。